こんにちは、パル PR のななみです。今日は私の夏のルックブックを撮っていきたいと思います。ちなみに身長は156センチ、骨格ウェーブのパーソナルカラーはブルベ夏です。今回は夏に向けてということで、カラーアイテムも使ってコーディネートを組んでみました。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは早速撮っていきたいと思います。はい、一コーデ目はカスタネの着替えワンピースが主役のコーデです。この濃すぎず薄すぎない絶妙なブルー、可愛すぎませんか？首元が詰まっているので、私は髪の毛をアップにしてすっきり見せます。小物はコーデを引き締めてくれるブラックでまとめて、メリハリのあるスタイリングに仕上げてみました。これはですね、お袖がめちゃくちゃ可愛くて、たくさんリボンがついていて、タポッとしたボリューム感もたまらない一着ですね。なんか夏のドライブデートなんかにいかがでしょうかね。絶対いい。座っててもシワにならないお素材ですし、楽ちんなのにおしゃれ見えがかなうので、本当にドライブデートに私はぴったりやなーって着てみて思っていました。そしてなんと、このお袖のリボンを外すとノースリワンピに仕上がるんですよね。あら、ヘルシーですね。すごくないですか？なんかウエストにメリハリがつくので、骨格ウェーブさんにも大優勝のワンピースだなっていう風に思いました。ワンピースなのに着方次第で全然雰囲気が変わるので、着回し力もバッチリの一着となっております。なんか思わず拍手もしちゃってますね私。はい、2コーデ目はおしゃれなカフェで女子会をイメージしたモノトーンコーデに仕上げてみました。モノトーンはすごいやっぱり大人な雰囲気に仕上がるので、私も25歳を超えてよくよく取り入れるようになりました。スカートがボリュームのあるものなので、足元は華奢なヒールを合わせます。骨格ウェーブさんは足元は結構華奢なものを合わせるとバランスがすごく取りやすくなるので、よかったら試してみてください。モノトーンで大人っぽく仕上がったかなと思ったんですけど、何か物足りなさがあるみたいですね。はい、なので麦わら帽子をかぶってみました。こちらは今季購入したお気に入りの麦わら帽子となっております。夏は私結構困ったら麦わら帽子に頼っちゃいますので、皆さんも一緒に頼りましょう。はい、でこのレマージのトップスが私めちゃくちゃお気に入りで、チュールのお素材がニットタンクにレイヤードされたデザインで、着るだけでトレンド感がぐっと高まります。肩が出すぎないボックスシルエットが私はお気に入りポイントです。なんか夏に着るブラックってすごい特別可愛くないですかね。なんかホワイトと合わせることで重くなりすぎず暑苦しさもなくなるので、私は今回のように夏はモノトーンコーデで合わせるのがすごくすごくおすすめです。3コーデ目はじゃ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 ーん、夏のセットアップコーデになります。インナーもアイボリーを選んでワントーンコーデに仕上げてみました。カップ付きキャミだったので着替えてきました。早速、普段あまり着ないスタイリングなので足元迷ってますね。でも足元はやはりブラックで引き締めるようです。なんといってもこのカスタネのサンダルがめちゃくちゃ足が漏れるんですよね。今回のルックブックにもかなりかなり大活躍したので、長時間履いても疲れることのなかった優秀アイテムになります。で、バッグはカゴバッグで合わせてより夏っぽい雰囲気に仕上げてみました。レースジャケットは程よく甘めで柔らかい印象に見せてくれるので、なんかわかんないんですけど、私は妹と妹の友達とテラスでランチしたいコーデですね。はい、カチッとしすぎないので涼しくラフに着れるのが嬉しいです。綿 100% でお手洗いが可能なので、それも気軽に着れるポイントなのかなと思います。ボトムは短すぎない丈感で、裾が少しだけフレアになっているので美脚見えが叶うショートパンツにこちらはなってます。今回はセットアップで着てるんですけど、なんかボトムをデニムに変えたりとか、インナーをロゴティーで合わせてちょっとカジュアルに振ってあげたりするのも私はすごく可愛いんじゃないかなと思ったのでおすすめです。じゃあ次、これめちゃくちゃ可愛いミスティックのドロストボレロシャツ。
に最近たくさん履いてるレマージュのワイドパンツを合わせたコーディネートになります。トップスはですね、なんと前後ツーウェイでいろんな着方ができるので、ちょっと今回は私こちらが前にしか着てないんですけど、詳しくはミスティックさんの商品ページを覗いてみてください。めっちゃ可愛かった。で、ワイドパンツはハイウエストで足も長く見せてくれる嬉しい一枚です。私ももう1週間に絶対1回2回は登場するぐらいめちゃくちゃ履いてますね。で、ちょっとこちらはお仕事の日をイメージしてコーディネート組んでみました。足元も華奢なヒールのサンダルで合わせて、髪の毛はお団子で大人っぽくまとめてみました。いかがでしょうか。このお団子はですね、私寝坊した時によくやるアレンジなんですけど、本当に簡単でゴム一つでできるので、ちょっと今回の動画見てくださった方で一人でも気になってくださった方がいれば、インスタに後日なんかアップしようかなと思ってるので、よかったらコメントお待ちしてます。はい、そしてこちらのトップスのタポッとしたお袖を見せたいようですね。めちゃくちゃ腕振ってます。首元が少し寂しかったのでネックカフもつけました。短丈でカップ付きキャミを合わせて、少しお腹を見せてあげると抜け感も出たのでおすすめです。このくらいの肌見せだと私も挑戦できましたね。こんな感じで少しだけお仕事できる感が出せたかなと思います。なんか時間言うてますね。これから会議やらミーティングがあるんですかね。頑張っていただきたいです。5コーデ目は夏といえばな海コーデをイメージしました。私カラーものを着るとすっごいテンションが上がっちゃうことがこちらの動画で分かりましたね。はい、すいません。このワンピースはシンプルなんですけど胸元にデザインがあるので、ウェーブさんは特にすごく嬉しい一枚なんじゃないかなと思います。サンダルはホワイトにするのかな。はい、皆さん夏の予定は決まってきましたかね。私も旅行に向けて着々とお洋服を揃えているところなんですけど、なんかこのワンピはすごいバーベキューとかグランピングとか、なんか夏行きたいところどこでもマッチしそうだなーってすごい来た瞬間に思いました。元気子カラーなので写真も映えますし、あとこのカラーはすごい男性からも女性からも受けがいいんじゃないかなって個人的に思いました。足元すみません、やっぱりブラックにするみたいですね。はい、だいたい私コーデに使う色は3色までって謎に決めていてやっぱり足元とブラックの色は統一させたかったみたいです。バックスタイルもこちらね、抜かりなくおしゃれなので程よい肌見せも叶いました。ワンピース1枚だとやっぱりシンプルなので、ボリュームのある麦わら帽子を合わせて顔周りに目が行くようにしたのもポイントです。今回は海コーデをイメージしたのでサンダルで合わせてるんですけど、キャミワンピースはなんかスニーカーにキャップでちょっとカジュアルに合わせてみたりとか、あと肌見せが苦手な方は T シャツを中に入れていただくと安心感も出るのでおすすめです。次、6コーデ目はデニムを使った大人カジュアルのスタイリングに仕上げてみました。結局夏はホワイト×デニムの組み合わせが大優勝ですよね。骨格ウェーブさんはデニムのような固めの素材は柔らかい肌に馴染みにくいので、薄手でストレッチの効いたものを選ぶのがおすすめです。他の骨格に比べると腰の位置が低いので、今回のようにどんなボトムでもハイウエストなものを選びます。ただデニムを履くとき、私はトップスは女性らしいものを選ぶことが多いので、今回もフリルのあるブラウスをチョイスしてみました。デニムコーデだからこそ小物も女性らしいもので合わせたくなっちゃうので、揺れ感のあるイヤリングを選びました。これめちゃくちゃお気に入りで、綺麗めコーデにもカジュアルコーデにも相性がいいのでよくつけてます。バッグはあえて綺麗めなバッグを合わせて大人カジュアルな印象に仕上げてみました。トップスにボリュームがあるので斜め掛けをしてすっきり見せたのもポイントです。お袖の可愛さを伝えたいようですね。伝わってますかね。こちらちょっと動きが謎すぎるんですけど、もうちょっと見せ方何かあったと思いますよね。すみません。それに紛れてネイルもちら見せさせていただいてますね。で、トップスは涼しげなお素材でゆったりとしているので、これからの季節にかけても大活躍しそうなアイテムです。
次、ラスト7コーデ目は旅行をイメージしたコーディネートを組んでみました。ラストはやっぱり私の一番大好きなホワイトコーデですね。こちらのワンピース、ペチコートがついているので、ホワイトでも透け感気にならず安心して着れました。ワンピースがスッキリしていたので、足元は分厚めなものを選びました。バッグもカジュアルなショルダーバッグ。なんか旅行をイメージしたので、すぐになんか荷物を取り出せるバッグがいいなと思ってこちらを選びました。旅行の時はですね、私はもう絶対に両手を開けておきたいので、ショルダーバッグを選びます。あとこのバッグはウエストにも負けるので、ボリュームのあるワンピースなんかに合わせても相性がいいかなと思います。シンプルなデザインですが、デコボコの素材がアクセントになって高見えする一枚です。骨格ウェーブさんのキャミワンピを選ぶポイントとして、まず肩紐が長すぎないもの、あと首元が大きく開いてしまうとバランスが取りづらくなるので、鎖骨下ぐらいの肩紐だったりとか、あと調節可能なものを選ぶのがおすすめです。胸元が開いてしまうものはインナーを合わせるとバランスよく着れるので、ぜひ試してみてください。沖縄だったり海外、これは着ていきたいなと思います。はい、以上ななみの夏のルックブックでした。気になるアイテムはありましたでしょうか。可愛いお洋服を着て全力で夏を楽しみましょう。